はい。今日やりたいことは、なんと、マルクと大貴に餌やり実験このハウスにいる二人に餌をやってみます。間に餌を置いて、どう食べるか見てみましょうダーン母さん、コメントお願いします。いいですね。まあ、こめておいておきましょう。それではこの入れ物に入れていきます。ダーンと、冷蔵庫開けて、ここにある餌を、 り出してるとリンゴまだありますね。あれもつけるかな。りんゴまだ食べ、食べてなかった思ンりんごなんかまずいからないや、失礼よってっ、りんごさん失礼よってっ。オーリンちゃん。りんごちゃんって言われね、今日は、見たんだよね。必要から激化しよう。焼けないわ。もうこの、肌にいい、人造病にもいい、牛入れた。

ウェイズブもしてきます。それでは、これをあげてみましょうドキャーンピンいきます。それでは、実験開始です。う工と体育マルクが美味しそうに煮詰めてますね。待ってますね。最初にマルクが気づいて,てきました。マルクが気づいてきました。体ぼーっとします。マルクが気づいて,てきました。欲しかったですね。 あ,あ、マルコ出ちゃいそうです。出ちゃったし、験が失敗です。出ないように投げるの大変です。こっちの方に置いて気をそらしいていのも突き投げましょうか。そいつは、隙間から飛ばしましょうか。ありがとます。あ、マルコ食べてるマルコ左で食べてるマルコ左で食べてるよ大丈夫さん、本当に来たままだ。これで多分実験失敗しましたぞ実験失敗しちゃうぞダメだ,だマルコ実験失敗しちま,まだまだ、まだ、ええ。 どうままだつすマルコが食べるマルコばっかり食べる実験失敗だマルコ大工食べないマルコ食べるばっかり食べる実験失敗だマルコいつもだった大工ばっかり食べるのにマルコが食べる実験このテレビ使ってる時だけマルコが僕、いつもだった大工が食べててマルコが食べないってマルコ大工いつも食べち最近食べちマルコが今回食べててテレビ使ってたテレビに慣れてきた。イコは全然言うこと聞かない。テレビ用の顔してる大コがいる。こんな中大工はずるいんでね、バカちゃん。